スイングは、ポピュラー音楽のリズムの一つである。二つの連続した音符のうち、初めの音符の長さを長めに取り、二つ目の音符を短くするなどの特徴がある。ジャズ、スイングジャズ、ブルース、ウエスタンスイング、ニュージャックスイングなどの音楽で用いられる。後に、バウンスとも呼ばれた。タイインギ語は、ストレートノート、イーブンなど。ジャズにおいて、スイングするという語は、 うねるような強いグルーブ感を持った演奏に対する形容としても用いられる。ルヤ・アームストロングは、ビング・クロスビーの番組に出演した際、スウィングとは何かを問われ、それは我々黒人の間ではシンコペーションのことだった。当初ラグタイムと呼ばれ、次にブルース、その次にはジャズと呼ばれ、今はスウィングと呼ばれていると笑い飛ばした。ダンスにおいて、 スイングは揺らぎを保った4分の4拍子の楽曲を指す。寄付は単純表紙で書かれ、冒頭にスイングを指示する標語を記す手法もあれば、複合表紙で書かれリズムを正確に記す方法もある。楽譜上では、シャッフルという用語を用いて解説する場合もある。根本的なスイングのリズムは、最初の音符と真ん中の音符をタイでつなげた三連符から作られる。このリズムは、 ブルースやロカビリーを含む多くのジャンルの音楽において用いられる。多くのジャズでは、二つの連続した八分音符を等間隔に演奏せず、二つ目より一つ目をより長く演奏する。一つ目の音符は、しばしば二つ目の二倍の長さと考えてられているが、実際に、そのように発音されることは少ない。実際は1、1から3、1の間の様々な日で演奏されている。 スイングジャズやブルースのスコアにスイングのリズムが見られる。90年代にはハウスミュージックでスイング感を持った楽曲も制作された。ありがとうございます。